はいどうも、お茶です。今日もね、ギルティーギアやっていこうと思います。ってことで今日シンの2回目ですね。でね、シンがとうとう17段に落ちました。生放送中にですね、ランクもやってたらね、17段に落とされてしまいました。でね、最後にランクダウンマッチで起こったのが、自分のね、リスナーさんと戦って落ちるというねまあ別に別になんか悪いとか思ってない、悪いじゃない、なんかふざけんなとか思ってなくて、全然負けたこっちは悪いしね、全然本当に何も気にしてないんで、はい。まあまあ、その方がこの動画見てるかわからないけど。まあ、とりあえず、これから見に来るリスナーさんとかいたら、どんどんね、ランクまでも僕に挑んでくれていいんで、はい。まあ、基本段位下の人間は、まあ、ランク、段位的にちょっと、下がりやすいから、あんま挑まないみたいな風にしてるんですけど、リスナーさんだって言っていただければね、入門でも戦いますんで、はい。ってことで、そろそろ試合に集中していこうかと思います。あ、これ投げかくってのか。あれですね、レオの、あれは投げ無敵、あれ今投げれなかった。レオの裏状態になってる時のパンチキックとかの連打、あれ全部投げ無敵ついてるらしいんで、投げこすってると痛い目になります。はい。ダメか。わー、これ、あー、危ね。これ、美味しいやつですね。これ、無理っすね。あー、最悪、出なかった、ピークは、そもそも。うわ、投げれなかった。投げていく。あー、やべえ、これ、痛いやつ。2敗する指導はね、くそ痛。あ、最悪。しっかり受け身じゃねえ。FD 貼ってって言ったのに、これ、死にかな。ちょっとマジで下手くそになったな。おお、それ繋がるのすごい。もう無理なんで。はい。うわぁ、投げれるんすよ、あれ、ほんとは。最悪、丸連打してたのに。てか、投げ連打してたのに投げれなかった。エアースト直下からのツバイとはね、投げ角なんすよね、あれね。投げでもいいし、コパン連打でも割れるし、ニケでも割れる、全部割れる。けど、その代わり足払いに負けるっていう、そんな感じの組み合わせとなっております。だからまあ直がしたら5番連打かな。まあ芝居されたらね、ちょっと痛い目合うんですけど、でも初戦ダウンだけなんで、まあ、直がしたら別に、多分俺の読み合いとか俺の中だとそうなってます。なんかあんのかな、芝居以外にも。いやー、これはデッドアングルで切り返していくしかないな。オッケー。いや、トビキキャン結構強いな。何なんだろうね。もうちょっと真の、何なんだろう。ちょ、距離によって、牽制技を変えるとかしないとダメだな。で、バースト読んで、読んでいく。あれ、これも投げ角ですね。てかこの人リバサにさ、コパン暴れしてきたぞ。やばいだろ。リバサに昇竜以外の暴れ、昇竜とバックステ以外の、あ、バックス暴れじゃないか、投げれる。くっそー、あれ角換だっけ。もうよ、わかんねえ。でもあれか、こっちが勝利読みでガードしてくるのを見越して暴れるっていうのは俺もたまにありますね。その方がですね、この方が、あー5敗すら、強え。エルクじゃダメだな、やっぱり。こういうとこでダメージ受けてるから。どうしよう。そこで暴れてくるのか。なんか投げかくって、そこで暴れてこない。オッケー、これ美味しいやつ。うわ、もったいね。なんか俺コンボ下手になったな。オッケー、これね、上り JD、マジ見えない。
しかもこれ結構な離れた距離から中断になるんですよね。でもまあ近くないと JD がつながる、JD じゃないとシーズがつながんないってことで、50分あるときはね、デインがつながるから、本当にやばい中断となっております。さあ、ここはおそらく来ないか。バーストな、ができて育った今。シンね、ゲージの使いどころ結構あって迷っちゃうんですよね。ガトリングからのライトドライトニングも画面端まですぐ運ばれるし、こういうね、ああ最悪、ANS ピーク赤キャンとかもさ、あの超高火力コンボがいけるしみたいなね。投げれないな。でまあこんな感じでね、無理やり赤キャン使って中段で崩しに行くってのも一つの手だしね。あと肉キキャンもあるし、まああんまりやんないけど飛びキキャンとかね、あとブルキキャンとかもあるしね。うん、まあ、ブルキキャンもそこそれこそやらないけど、あんまりこれダウン優先で来ないか、ちょっと分かんないな、この方が昇竜リバサで振ってくる場面やってくんのか、なんでだろう。うん、なんかちょっと読みづらい。ここリバサじゃなくて、あ、なんで今振った。 OK、 やっぱ17段が適正なのかなって思いますね。はい、ということでね、今日はね、間抜けな、ね、負け試合とならなくてよかったです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。